これはいいやろ。いい踏んでないの、これは。これは踏んでない、踏んでるの。めっちゃ抹茶。どう？めちゃくちゃ抹茶。もうやめよ。ラップなんかほんまに向いてないからやめよ。おーおーこれこれめっちゃ抹茶。これめちゃくちゃ抹茶。これめちゃくちゃ濃い抹茶。これぐらいか。これぐらいの時間差は必要か。これめっちゃ濃い抹茶。よし。めちゃくちゃ抹茶やよいちゃん。抹茶のとこ。これめちゃくちゃ抹茶やよいちゃん。どうしよう。すごい。何も思うかばへんから次行かれへん。新しい自己紹介できてよ。神抹茶。あ、いいね。これめえ、これめっちゃ濃い抹茶やよいちゃん。神抹茶。どう？抹茶茶、抹茶茶でしょうか。これめっちゃ濃い抹茶やよいちゃん。神抹茶茶。やめよう。これじゃ私のイメージ崩したあかん。やめよう。イメージとは。イメージとは。とは。とは、はて、とは。とは、とは。確かに。コーヒー牛乳のストーカーおらんなった。待つな待つな。待ってるね。待ってたんで。コーヒー牛乳のストーカーおらんなったわ。おらんくなっちゃった。あ、来た。遅い遅い遅い。コーヒー牛乳来た。細めのコーヒー牛乳やったわ。ちょっと遅いな。まあいいか。関係消すな。出かけてたな多分今な。ちょっとな。今月のチェキチャーやろうかなと思ってるけど、いつがいいかな。すごいいいかしら。マチョールズできたら笑った。確かに甘かった。私が甘かった。給料日の後で。いつやろう。分からへんけど。今くらいかな。コーヒー牛乳はそう、自作っていうほどの自作じゃない。ブレンディーと牛乳をゲイしただけ。
時間的にもあ、なるほど、夜の7時くらいとかかな。じゃあ、だ時期中はじゃあまあやるとすれば、まあ、7時頃からぐらいにしようかな。7時以降いつやるかはまたお知らせします。当日になると大変だよね、みんなお知らせね。チキちゃんは言い踏んでたな。だから当日のお知らせってみんな来れないよね、難しいよね。どうだろう、せめて前日とかの方がいい。チキちゃんチキさんいたからね。チキちゃん笑った、笑うな笑うな、コメント内で笑い合うないいね、そういうの好きよ。ありがとうございますでもさ、こういうコメント内でもさ、みんなとの交流できて嬉しいね。なんか私以外でもそのみんな同士で会話もできていいよね。今日もう前日くらいにはチキチョお知らせしたいなと思う、なるべく。なんかね、固まる人多いよね。コバが飲み始めた、邪魔してはいけないと思いコメント控えしま、大丈夫、控えなくていいよ、大丈夫よ。私もなんか今飲んじゃったなと思うタイミングとかあるから、でも待ってしまうごめんね、気使わせて。いや、8時やし、そろそろ終わろうかな。自撮りもせなあかんし自撮りもせなあかんし、なんかね、開始してからなんか私もね、一回チキチャやった時に毎回つながって入ってきてもらった瞬間に落ちる、アプリが落ちるみたいなことも一回あって、だからなんかもしかしたらその Wi-Fi、 私の場合は Wi-Fi をその時つけとったんやけど、 Wi-Fi 切ったらすんなりスタートできたから、 Wi-Fi のその状況とかもあるかもしれない。もし見るとき大丈夫であれば一回ね Wi-Fi 止めてやってみてもらってもいいかな、分からへんけど。ちくちゃ待って、突然始まる、あ、みんなどんな感じになってるの。そうそう、なんか Wi-Fi ね、私も一応ちくちゃとか今はつけてるんやけど、ちくちゃとかするときはなるべくね、そういうトラブルないように Wi-Fi は切ってやってるんやけど、でそれが果たして原因なのかは分からん、うん、でもちょっと一回チャレンジしてみるのもありかなと思ってます。一回やってみて、もしそれでもねダメだってなったら一回ね運営さんの方に問い合わせてほしいなって感じなんで、私でも全然それ詳しくないから申し訳ないけど、うん、ああ Wi-Fi じゃない方がいいって公式にも変わったけど、うちは全然安定してる Wi-Fi で。なるほどね。問い合わせしたらポイント戻ってきたことあります。あ、そうね、そういうの情報いいよこっちの映像、あのね、みんなの映像は見えてないから安心して、全然見えてない。そうそう、全然あれだよ、コメントだけしか見えてないから。あ、真っ暗でアーカイブも残ってないケースあるらしいですね。そうなん？あ、いつもな迷うことがあって、その
何時間っていう枠があって、その中でみんながこう順番に困っててくれるわけじゃん。で、あの枠内で余った時間とかがあると、そこに新しくそのポンってこう最後の方にポンって入れてくれた人を今すぐに始められるんだけど、今すぐ始めたら、あのなんていうの、なんか今日は聞きたいことがあるみたいみたいな、なんかコメントを事前に入れるところがあるんやけど、それを記入してる途中に始めてしまったらどうしようとかめっちゃ考えちゃうんだよな。あれってどうなってんやろ。あれとか入力した上で待ちになるんかな。なんか入った瞬間に始められるんやけど、あれはコメント書いてくれてる途中やったら申し訳ないなと思って。こういう感じなの。コメントとかなんていうの、その先に入力してやってるから、あれの時点ですぐ始めて大丈夫ってことかな。始まる前はそうだと。じゃあコメントとか入れてくれて決定したらそこに入るってことか。待ちになるってことね。じゃあすぐ始めていいか。了解。事前に書くのよ。よしよし。だから書いて OK ってなったら、あの始められる段階になるから始めちゃっていいってことね。それをね、めっちゃ聞きたかった。これ始め入れてくれたけど、これ今コメント書いてたらちょっとめっちゃ申し訳ないから、ちょっと1分くらい待ってみよう。あ、待ちからコメント記入ですよ。あ、待ちからコメント、うちのせがねになって、街からコメント記入か。そうだから、一回その新しく入ったやつとかはコメントしてたらなと思ってたから、1分くらいちょっとね、どっちか分かんなくて待ってたんだけど、ちょっと待つか、後ろに空きがあればね。だから並んでくれてる段階の30分前の段階で並んでくれてあったらコメント記入はしてられるけどってことだよね。 OKOK。 そう、なるべくね、なんか時間も短いから、その一人ずつの枠が、だからそこでねコメント書いてくれてたら、やっぱりお互いね話しやすいし、向こうもその書こうと思ってた内容を聞くのに時間かかっちゃうっていうのがちょっともったいないかなと思って。そうそう。いやいや、なるべくね、なんかどうせね2人だけの時間ってなるんだったらね、言いたいことを言えた方がいいかなと思って。そう、これをねめっちゃ聞きたかったので、私からの画面じゃそれが分かんないから。そうそう、記入してくれてる人としてくれてない人、あのしてくれてる人としてない人っていうのは別にどっちでもいいんだけど、そうそう、でもその記入しないパターンの人なのか、今記入中なのかっていうのが分かんないから、どうなのかなって。二人だけの時間ですよ。ちらり、急に始まるのもまたそれはライブかっていうのも。なるほどね。なるべくその後ろがない場合は、後ろがあるとねすぐ始めないと時間内に終われないっていうのがあるからあれだけど、あ、結構ね入力したやつは一番最初にポンって出てくる、だから一番最初に見れる。近いうちにしよっかな。じゃあチェキちゃん、さあそろそろ終わろうかな。みんな相手してくれてありがとう。俺に向いてるかも。まさきさん、じゃあ次私がチェキチャするときぜひとも来て。
そうね、時間がまあ一人ずつの時間短いから書いてくれたらまずそれ読んで、あのスタートダッシュ切れるから早い。聞きたいことがあったりとか、なんか質問とか言いたいことがあるときは、そう書いてた方、並んでる間に書いてくれてた方がスムーズに、うん、あのお話はできるかなと思います。久々に見れてテンション上がりましたー全然来てください、私のチェキチャにも大歓迎です。うん、ロールデンさん待ってますね。さあ自撮り、肩の肩を見つめる自撮りしよう終盤枠空いてたら今日大体いつも、あ、私大体空いてるあのそ の, あのパツパツっていうのは今まであんまりないかな。大丈夫、話すよ。あっちゃん楽しかったです、ありがとう。みんな遊びに来て、チキちゃん。大体45分ぐらいの枠でやってます。楽しかったです、ありがたみ。残り15分とかに言うけど待機人数ゼロになって満席って表示されてて入れない。あ、なるほど、どうなってるんだろう。詳しい人に聞いてみた方が私よりいいかもしんない。可愛かったです、配信ありがとう。こちらこそ元気そうで何より、ありがとう。お元気そうでよかったです。つくしさんにもおっぱいにも癒されました。幸せな時間ありがとうございました、ありがとう。おやすみ。さあ自撮りでもすっかね、可愛い自撮り、こういう自撮りしやんだこういうやつ。配信ありがとう、こちらこそ良かった、みんな喜んでくれて。今日もおかわでした、ありがとう。配信ありがとう。生放送が大切でそれが嬉しい、ありがとう。日曜日で配信やると元気出るよ、ありがとう。ポッポッポッポイント画像という楽しみができました。お、ガンミパート2、こういうやつね。オッケー、お疲れ様でした、ありがとう。こちらこそありがとう。ラジーさんもいっぱい構ってごめんね、いっぱいちょっと欲しがっちゃって欲しがっちゃってごめんね。またみんな配信するねまたみんなちゃんとあれしてね、コメントしてね、リップといいねとリツイート絶対してね。これ見てた人ちゃんと広めて、コバのこと、コバのこと広めて、みんなに。誰かに当てはまるかもしれん飲み干すまで終わらんぞ。やんのか？う、うん。ごちそうさまでした。はい、それでは以上、コペイシの生配信でした。みんな構ってくれてありがとう。また配信します。構ってね、忘れないで、コバのことよく飲めました。またね。言わんのかいありがとう。おやすみ、バイバイ。すぐに自撮りするわ今から。またねー。